こんばんは、おつたるー。サニーハイランド、やっほー、ひろみ、おつたる。猫になってもかわいい。猫に呼ばれた。ひろふみ、こんばんは。どうした、こむちゃん。で、さらに今日はレコーディングに行ってきました。2曲目の反転してるね2曲目のレコーディングをしてきたよ。ようやく2曲目が1曲目からの2曲目は早かったね。コージーカジハラ、カジハラさんお疲れ様です。この黒猫の方がカホさんですか？そうですよ。みゃんみゃんみゃん、やっほー、やっほっほー。筋肉を染まらせてどれくらいがたい。あとでもライジンもちょっとで終わっちゃうね。2025もオーディションしたんですけど、2曲目楽しみにしててください。そして今日はちょっとペットショップに行ってきて、とあるワンちゃんを購入しようか迷っております。みんなどうしよう。カフはワンコ迷ってるよ。犬派の人、猫派の人、投票して。犬が1、2が猫、1が犬派、2が猫派、投票してください。コウスケタル、ヤッホー、カホタルでございます。犬が1、猫が2と。ほう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 。猫多いぞ、猫多いぞ。BPM、おつたるー。犬が1、猫が2。コマ平気？コマちゃんはね、平気？わかりません。合わせてないので。福田花の手に入れておきました。友和おつたるです。いや猫ね、なんでワンちゃんあれこれ2位多いんじゃない。おー、圧倒的な猫派。いやーワンコ可愛かったんで、なんか一目惚れというか、コマちゃんと同じ目をしてて、なんかコマちゃんのコマチっていう由来は顔が困ってるからコマチにしたんだけど、なんとそのワンちゃんも顔がちょっと困っていたんですよ。村上さん、やっほー。でそのワンコは子犬ではないんだよな。もう5ヶ月ぐらい、まあ子犬なんだけど、だいたい2ヶ月ぐらい子犬のすごいちっちゃい時なんですけど、割とちょっとだけ大きい、すごい子犬からするとね、赤ちゃんみたいな大きさからするとちょっと大きめなんだけど、可愛いんですよね。迷います。ワンちゃんは散歩が心配。朝、夜って言ってたけど、そんな2回も行かないといけないのかな。まあ行けるんだけど、だいたいうちの実家で飼ってるロコちゃんはだいたい1回か、なんなら行かない日もある。散歩嫌いの犬なので学ぶ。やっほー。
ワンコ可愛かったから買おうかすごい迷ってます。買うなら家の置く場所ないのでゲージソファー捨てようかなって思ってる。ちょっと引っ越したいんだけどな。どちらにせよもうソファーは買い替え時かなと思ってるからね。で今日は一人ディズニーに行ってきたと、そんな感じでございます。忙しい一日でした。眠たいでございます。ムンムンやっほー。まあベッドでね寝転がりながらね配信してる。ワンちゃんと猫ちゃんって大変かな。いやワンちゃん、ま、猫はもう散歩もいらないし、迷いますねこれは。リュウジおつたるリュウジ予約してくれた、オフ会やっちこんばんは。あ仕事なんだ、無理泣いた半球取ろう。ご無沙汰しております、ご無沙汰しております。来てくれてありがとう。猫は楽な気がする。そうなんですよね。でもなかなかコマちゃん顔のワンちゃんはあんまり出会ったことがないんだよね。すごいコマちゃんの顔に似てたんですよね。その顔がというより目が困ってた。もしかするとお迎えするかもしれません。リュウジ手紙ありがとう、レター。ハートもありがとう。困り顔可愛かったな。もう2日連続でそのワンちゃんを見に行ってます。ワンちゃん飼うときってさ、出会いじゃんか、出会い。出会いなんだよな。しかも、そのワンちゃん、お気に入りのワンちゃん見つけたときに、普通のペットショップじゃなくて、ブリーダーさんがやってるお店で、お店なんだけど、ワンコが1匹しかいないっていう。1匹だけっていうね。出会ってしまったんです。まあライジンは行くので、ライジンね29か。すごいね、リュウジも全通じゃない、大会なんか。そんな気がするんだけど、10月3日もライブがあるんですけど、10月3日は来てくれるのかな、みんな。10月3日お待ちしてます。新曲2曲目やる予定です。まだ仮だけど多分やると思うな。神戸だけ行けず。あー神戸か。いや地方も遠征してるのすごいな。すごすぎ。タケオツタルでございます。そうだ今日さ、そのディズニー行ってたんだけどさ、もう寒すぎてさパーカー買っちゃった。もうマジで寒くてパーカー買ったけど、みんなの地域はどう？セナ落ちたる。3日ならワンちゃん。おー、嬉しい。来て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 。
右の子かわいい、ありがとう。せーなさんもかわいいでしょ。半袖、半袖じゃなくてさ、半袖がないやつ、袖がないやつだったんだけど、めっちゃ寒かった。昼間は、昼間も若干寒かったんだよ。そしたらもう夜なんて寒すぎて、ほんとパーカー着てても寒かった。昨日もちょっと寒かったから、なんか冬というか秋が近づいてきてますね。もう秋服まだ実家から送ってもらってないから、どうしよう、どうしようか。一人だけ永遠に夏服みたいな。寒くなるならガツンと寒くなってくれないと、本当になんかもう服わかんない服装わかんない。マジ寒かった今日。三国さんこんばんは。そう、ディズニー行ってきた、疲れました。めっちゃ歩いた。サイドシートさ、押し投げてくれてた、ありがとうございます。でも01でワンちゃんも猫ちゃんも飼ってるのって、あの林ゆめちゃんとかくらいですかね。猫派と犬派どっちもいい。でもなんか01って猫のが多いのかな。なんか猫派多い気がする。今日動きすぎだ、どう考えても長い一日でした。明日はライジのレッスンがあるから、ちょいと、いや明日は遅めか、遅めですね。あ、ゆうくん。もうお化けハロウィンムードだったよ、ディズニーは。あの、知ってた？みんな。っていうか今日10年ぶりにモンスターズインク乗りました。楽しかった。10年ぶりのモンスターズインクってと、あとね、なんかほんとランド、この前もランド行ったけど、なんだっけ、あの、あー出てこない、あ、バズバズライトイヤーがね、もう終わるらしい、10月31日で。だから55分って書いてあったけど、結構並んで、実際1時間もかからなかった、30分ぐらいだったんですけど、新曲楽しみよりもアーカイブ見るとが心配がかってるあれはさ、確かに聞いた方がいいよね。聞いてみよう、さすがに。ポケカ始めたの？そう、もう今日は、まあ、乗り物乗る予定なかったんだけど、楽しんじゃった。結構、何乗ったっけな、なんかモンスターズインクらへん攻めてたな。あと美女と野獣、もうできて何年になるか分かりませんけど、5、6年くらい経つのかな、分かんないけど、それぐらいに乗りましたね。美女と野獣も乗った、そんな経たないか、4年ぐらいかな。
キットカットさんこんばんは。ジムバトルで優勝、え、すごすぎん。ポケカも面白いよね。最近やってないけど、なんかポケモンカード買ってるんだけど、デッキとか組んでないからめっちゃ前のデッキとかになったりしてるけど、やりだしたらエイペックスと一緒で止まらないっていうね。権利の都合にルミとしての権利どこが持ってんだよ間違えない。ほんとそれはマジで言わないとまた同じことになりそう。セイナ様、そうそうそう、セイナ様です。10月6日にオフ会があるので皆さん、いてて、1時間半か今回。いた、カホの背中が死んでる今。ベッドから落ちました。半まで、半に、半ぐらい、半ぐらいまでやろうかな。10月6日1時間半で12名、ぜひ気軽に、初見の方もいらしてくださいませ。そう、なんかさ、すごい不安なんですよ。何が不安かって、一部12人でやってるでしょ。だからさ、もしかしたらセイナ様のファンの人が10人で、カホのファンの人が2人みたいな、こういうことが起こりそう。いや、逆もしかりなんですけれどね。だから皆さん、カホのためにもね、お願いします。ちょっと行こうかなって思ってる人、ぜひ。もう残り実は少ないんですよ、この枠も。12名あるけど4部か。そうならないように皆さん、ぜひとも会いに来てくれたら嬉しいです。ゼロつたる、ブンブンミュートわかる。スクイッシュのミュートマジでだとわかる。うん、本当にちゃんとしてほしい。アイドルチーム本当にさあ、ちゃんとしてほしいよ。カメラワークもちょっとひどすぎたし、今回はちゃんとしてほしいな。10対0にならないで。10対0もきついものがありますよ、本当に。皆さん来てください。誰がどの割合かちょっとまだ分かってないんだけどね。一部とかはあと残り4枠とかなので、ってことはあと8枠埋まってるので、もしかしたらセイナ様のファンの方が8埋めてるかもしれない。それはまだちょっと分かりませんので、皆さんぜひ10月6日会いに来てくれたら嬉しいです。そう、カメラワークやばいな。え、やばいよね、ひどいよね、あれは。さすがにひどすぎ、ドヒーだった、ドヒーだった。頑張ってほしいもん、ちょっとアイドルチーム。なんかあの歌詞とか出してほしかったなと。歌詞出せると思うんだけどな、名前絵が出せるなら。ヨーヨーの時みたいにまたチェキ取りたいです。あー、取りに来てください。10月3日ライブあります、取りに来てください。10月3日ジュミの日というライブ出ます。スリーピーさん2度目。チェキはあと何でやってるかなとは、まあライジンガールのライジンの大会の時とかもチェキ取れたりするし、まあね、もう少しライブ増やしてほしいけどね。
お、ひろみさんのファンレベルが5になりました。だってお、トモタスおつたるです。最近忙しいんですか？個人的にちょっとバタバタしてます。今舞台とかはないので、なんかその毎日忙しいわけじゃないけど、個人的にやることはたくさんあって、なかなかね配信もできてませんけれど、だいたい日曜はね配信したいよね、固定で。ね、最近インスタの写真がちょっとなさすぎてやばい。写真撮らないと。インスタ頑張らないとな。そう、舞台、うん、今やってないけど。ライジン、あ、ん？トマタスありがとね。ギフト。ライジンガールとしても、ライジンとしても新しいファン増えるチャンスあるから、ライブ出てほしさはある。そうだよね、ほんとにね。もうちょっとライブ回数もね、増やしたいよね。せめて月3はやろうって思う。今のところなんか月1 9月ってライブやったっけって感じなんだけど。なんなら月ゼロの時もあるみたいな。新曲だって2回しか踊ってないような気がするな。2、3回。初めてが7月の大会だったっけ。今年あと2本。立て続け、いやどうなんだろうね。まあ1本ぐらいできたらいいけど、今のところ舞台の確定は出てないな。お話あったんだけどね。そう、舞台確かにあと1本やりたいね。でも忙しそうだな。11月12月。もうすぐ半だ。お風呂入ってきます。順位だけ読まさせて。まだみんな出てかないで、カホが最後まで読むまで。13位ひろみさん、12位チョコパン、11位 TT、 10位セナちゃん、9位モリモリ、8位ケイスケ、7位マナブ、6位三駅、5位エイティ、4位検索、3位天野ジャク、2位あいない1位リュウジ。です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 。はい、ということで皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。10月6日よろしくお願いします。そして10月3日は、ライブですね。あとはライジンの大会が9月の29にありますよ。お待ちしております。あ、キットカタさんありがとう。これはなんていう、なんていうあれなんだなんかわかんないギフト飛んできた。ありがとうございます。なんだこれは配信ありがとう、こちらこそありがとう。えいってよつったる、あっちこっちさん終わろうとしてました。はい、みなさん、ちこっちさんまたね。はい、ひろみおつったる、みなさんおつったるでした。明日、今日この週末はゆっくりお休みできましたか？私は結構リフレッシュしました。明日からはお仕事始まりますが、皆さん学校お仕事頑張ってください。それではバイバーイ、プタルー、ありがとう。今日は結構配信できた気がする。またやりますよ、待っててね。バイビー。